光る雲を突き抜け Fly away! というわけで、ゴキブリ紳士みそじちゃんよ。今日の動画はね、まあみんなに軽い報告とちょっとしたお願いと軽い決意表明っていう軽めの動画になってるわ。てか今更だけど、これみそじが着ていい服じゃないわね。まず報告になるんだけど、今まで同日の2日間更新、かっこ私の気分次第ではたまにサボるって感じだったんだけど、ちょっと最近ね、もうちょっとだけ頑張ってみようかなってことで、これからは金同日の週3回更新していくわ。正直な話、いつも通りまた私の気分次第でサボったりちょっと遅れたりするかもしれないんだけど、まあそこんところはね、ご愛嬌ってところで許してちょうだい。根本的な部分がダメ人間だからね、どう指摘されても治る気がしないわ。てのと、週3投稿にするにあたってちょっとしたお願いがあって、今のところ取りだめしてる動画とか、まあ私の頭の中で次の動画これを撮ろうってので、ちょっと5、6本分ぐらいしか思い浮かんでないの。もうこれ完璧な見切り発車で週3にしようとしてるから、多分これ途中でネタ枯渇しちゃうのね。だからなんかみんなの中でこれいいんじゃね的なネタあったら教えてちょうだい。ちなみにネタ提供をしてくれて私が採用してもみんなには何のメリットもないわ。まあ私に尽くすだけ尽くしなさい。そんな感じね。まあね、ちょっと年内にね、やっぱ収益化したいからもっと YouTube 頑張ろうって感じで、これから頑張っていくから応援してね。って言ってもまあ私に何の枷もないから、ちょっとした決意表明よ。私タバコ、お酒、麻雀大好きなんだけど、チャンネル登録者数1000人いくまでお酒はもう完全にやめるわ。本当はね、タバコが一番好きでタバコやめれたらいいんだけど、私自慢じゃないけど禁煙したこと一回もないから多分できないの。昔一回だけ当時付き合ってた彼女にタバコをやめてって泣きながらお願いされて、よし、わかった、愛するお前のためだ、俺禁煙するよって言って、まあ彼女の家の帰り道、喉が渇いてコーヒーでも買おうかってコンビニ寄った瞬間、癖で250番くださいって言っちゃって禁煙3秒で失敗したことがあるわ。タバコだけはもう1000円になろうが1万円になろうがやめれないわ。だからまあタバコの次ぐらいに好きなお酒、もう本当に収益化するまでは完全に禁酒するから、みんな早く私のこと救ってちょうだい。最近ね、お菓子をね、飛び込み営業で売りに来るセールスマンみたいなのが家に来たんだけど、あいつらめちゃくちゃしつこかったのよね。まあね、みんなもね、あいつらぐらいしつこく私のことを売り込んでちょうだい。まあね、もう何にも理解してないようなおばあちゃんとかに無理やり私の動画とか見せつけちゃっていいから、ガンガン宣伝しちゃってね。ちなみにケツは一切持たないから、そこんところはよろしく。それじゃあね、ちょっとっていうかだいぶ短めになったんだけどね、今日の動画はここまでよ。まあ何が言いたいかっていうと、これからデビュー販売も YouTube 活動ももっと頑張るし、週3で投稿していくから、なんかネタあったらちょうだいねって話と、これからも私のこと応援し続けてねっていうお願いよ。それじゃあ今日の動画はここまでよ。